ダイムラー偵察者は第二次世界大戦中イギリス軍が使用した快速軽量の偵察者であり連絡任務にも用いられた。部隊ではリンゴとしても知られた。ドイツ兵に調査されるイギリス製のダイムラー。1942年8月にディエップの戦いでカナダ軍部隊が放棄したもの1938年。 イギリス陸軍省は偵察者の使用書を提出した。3種類の設計がアルビス、ビースサ、モーリスから出され、ビースサの設計が選定された。実際の生産はビースサグループの車両生産部門であるデイムラーで行われた。この車両は公式にダイムラー偵察者と命名されたが、共作となったアルビスの試作型の名前から、 リンゴという名称がより広く知られた。ダイムラーは戦時中のイギリスで作られた最優秀の走行戦闘車両の一つであり、乗員2名の小型走行車である。そのサイズと全面3 0ト、mm、ルの走行から良好な防御力を持ち、エンジンは車両の後部に配置されている。ダイムラーのトランスミッションはよくできていて、 プリセレクターギアボックスと流体継ぎ手を備え、前後型に5段変速ができる。原型車両は四輪操打だったが、不慣れな操縦手には操縦が難しかったため、この機構はマーク2以降削除された。ダイムラーはまた、不正値を横断するために、車体床下を平板なプレートにしたが、これは地雷に極度に弱かった。予備車輪はないが、気圧式ではなく、 ゴム式のランフラットタイヤを用いることから予備の必要はない。硬いタイヤであるにもかかわらず、独立喧嘩装置は本社に非常に快適な走行能力を与えた。また、操縦手の隣には旋回式座席があり、必要な時には乗員がナンバーワン級無線装置、またはブレンケー機関銃を操作することができる。また、本社は理想的な 静かなエンジンを搭載し、シルエットも低い。ダイムラーは最初、ナチスドイツのフランス侵攻における、イギリス海外派遣軍で使われた。これは、大成功し、1952年のデイムラー製の、フェレット装甲車の出現まで運用された。1970年代中頃になってもまだ、キプロスポルトガルスリランカでは、本社が使用された。量産を通じ、 5種類の派生型が生産された。大部分はマイナーな改変である。1939年から1945年までの間に6626両が生産された。密接に関連した車両としてリンクス偵察車がカナダ・オンタリオ州のフォードによって生産された。3255両が生産された。 もう一つのダイムラー偵察車のクローンは、イタリアのランチア社によって開発された、リンチェ装甲車である。1943年から1944年に、かけて129両が生産されたこれらの車両は、ドイツ国防軍と、イタリア社会共和国部隊で使用された。ありがとうございます。